今週の PSP インターネット教室は中村さんにお話を伺ってまいります。おはようございます。おはようございます。最近私 PSP さんが出してるね、ウェブでエクスプレスというホームページ作成ソフトあるじゃないですか、はい、そこをもう一回改めて見てみたんですよね、はい、でそうしましたらプラグイン結構あるじゃないですか、はい、中村さん年始に新しいものがまた増えますよっていうふうにおっしゃってて、はい、それどれだったっけかなと、ちょっとそれが聞きたかったんですけど、今年はちょっと数々プラグイン出しまして、はい、まず最初の分で写真のアルバムの機能がプラグイン入ったのと、はい、オンラインフォームも近々またプラグイン入るのと、うん、大きなところでは有料になってしまうんですけども、うん、ショッピングカートのサポートを始めます。はい、皆さんね、オンラインショッピングも受けてらっしゃる方もいっぱいいますし、まあ、必ずしも物販をされてない方々であってもサービスを買うとか、うん、物の売り買いですよね、はい、には必要な機能ですよね、うん、そうですよね、はい、オンラインショッピングをされるときに、うん、いわゆる買い物カゴの機能、はい、でそしてそのチェックアウト、うん、このチェックアウトのとこですと送料計算だったりとか税金計算だったりとか、うん、まあ、細かい最終のトランザクションですよね、はい、で最終的には支払い処理の部分、うん、支払い処理のところはインターネットの時代はですね、昔だとこう端末があってスルッて、はい、しますよね、スライドをスライドしますね、はい、今だとチップ入れてやりますけれども、はい、あれっていうのはマーチャントというサービスがありまして、うん、クレジットカードの決済を全部仕切ってる会社さんがあるんですね。例えば、うん、皆さん聞かれたことがあるとこだとクレジットワンとか、うん、シアトルの本社でちょっと最近有名になったグラビティペイメントとか、うん、そういうマーチャントのサービスがあるんですが、はい、そのマーチャントにインターネット上接続するために、うん、今使われてるサービスのゲートウェイと呼ばれるサービスなんですね、はい、で多くのお客様が案外ご存知ないんですが、銀行とマーチャントは別物で、うん、マーチャントとこのインターネットのゲートウェイも別物で、うん、全くそれぞれ違った役割をする会社さんなんですね、はい、うん、有名なところでそれを一括でサービスしているのがペイパル、うん、銀行みたいな機能もあるし、はい、ビザマスターのね、うん、部分の処理をするマーチャントの機能もあり、しかもインターネットのプログラムとお話をしてくれるゲートウェイサービスもある、はい、それがペイパルなんです、うん、でマーチャントもゲートウェイも実はよく明細を見ると初期の設定費用を月々の固定費、うん、プラス1回1回のトランザクションの固定費プラスパーセンテージなんですね、うん、なのでもしゲートウェイもマーチャントも全部一括でご契約されているのであれば一度明細見られてもいいですよね。でそれぞれのゲートウェイやマーチャントのサービスの費用っていうのを比較されないと、うん、せっかくオンラインショップが開けても、ね、経費がかさんでは意味がないと思う。そうですよね、はい、話はぐっと戻りまして、はい、PSP さんで新しくショッピングカートのプラグインが追加されるということなんですけれども、こちらも PSP さんにも全て伺えばいいってことですかね。そうですね、うん、お電話いただけましたらこの辺のことを、はい、相談にも乗りますし、はい、ご相談ください。はい、では中村さん今週もありがとうございました。ありがとうございました。 PSP インターネット教室、この番組は PSP インクの提供でお送りいたしました。